ということで今回はストラップの長さ調整のコツという動画をお送りしたいと思います。笑顔が苦手な三木敏彦ですけれども、このですね、今回のストラップね、このサックスのストラップのことですね、これのですね、調整のね、こう高さ調整がいりますよね。体格によってこのストラップってね、こう長さちゃいますから、人によってね。だからそれをですね、調整するときのちょっとコツ、特に初心者向けになるんですけれども、お伝えしたいと思います。簡単な話なんですけれども、サックスはですね、最初はすごい扱いづらいですよね、初心者の方ね。で、特にこのストラップの調整うまくいかないです。これをこう上げ下げするにもですね、こういうバードストラップでしたら、このようにね、このように持って上げ下げ容易なんですけれども、普通のこの、なんていうかな、普通のタイプのストラップやとちょっとやりにくいんですよね。で、まあそれはまあこういじってたらなんとなく動き方分かってくると思いますけど、一つ言えるのはですね、ストラップをちょっと上げ目にしとくんですよ。ケースにこうしまってますとね、ケースにしまってて取り出す前にですね、最初ですね、こんな感じで、なんていうかな、ストラップ脱いでますよね。ストラップを首にかけてから、サックスを取り出しますよね。その時にこれをね、ギュッとちょっと上げ目にします。で、長さ分かればだいたいこれぐらいかなとか決められますけど、最初は分かりにくいんでちょっと上げ目にしておきます。それで楽器を出してきてかけます。で、ちょっと加えに行ったらですね、これは高いですよね。だからこう下げてね、調整していきます。その方がやりやすいです。下げたところから上げるのって結構ね、これこうコツがいるんですよ。でも上から下げる分には手もこう持ち替えなくていいですからね、楽かなと思います。で、下げるときはサックスね、こういうふうに持ちますよね。この上部を持って右手をね、こっちからこう持ち替えて下げていけばいいかなと。で、逆に上げるときはこれだと上げづらいんですよね。なんでかというと下の方が、上がですね、たわんじゃうのでね、ちょっと上がりづらい。そういう時は右手、ここ普段持ってますけど、これをこのストラップの根元ぐらい持って、で、左手で調整すると。じゃあここがね、ピンと張れますから、調整しやすいかなと思います。ということでですね、今回はストラップの長さ調整のコツという動画をお送りしました。最後までご視聴いただきありがとうございます。この動画がいいと思った方は高評価とチャンネル登録の方よろしくお願いします。それではまた会いましょう。